アメリカ国民の間で今も人気を集めている爆撃機があります。太平洋戦争で使われた大型爆撃機 B-29。 戦争を終結に導いた英雄として補修が続けられ、全米各地で体験飛行が行われています。多くの歴史が詰まった爆撃機だ。私たちの自由を守ってくれたこの偉大な爆撃機に乗れることを誇りに思う。1945年、 B-29 は人類史上初めて市民の上に原子爆弾を投下しました。8月6日、広島。その3日後には長崎。当時の大統領ハリー・トルーマン、アメリカの全国民に向けラジオ演説でこう語りました。 We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. I am sure that the American people will agree with me.多くの命を救うために決断したと正当性を主張したトルーマン。この大統領の決断は今に至るまでアメリカ社会で原爆投下の大義とされてきました。しかし今、国を代表する歴史学者たちがこの決断に疑いの声を上げています。皆がトルーマンの決断に焦点を当てますが、実際には行っていません。原爆を落とせという命令はしていません。トルーマンとその側近が嘘をついています。私たちは去年、原爆投下の意思決定に関するある未公開資料を発見しました。軍の原爆開発の責任者レスリー・グローブス将軍、原爆投下を主導したのは軍だと語っていました。各地に散逸した機密資料を集め、関係者の証言を聞いていくと、原爆の大量投下計画が浮かび上がってきました。17発の原爆を作る、準備ができ次第投下せよ。原爆の生産ラインができていました。1週間に1つ投下し、日本を壊滅させることも可能でした。取材を進めると、原爆投下をめぐって軍とトルーマン政権との間で攻防が繰り広げられていたことも分かってきました。トルーマンは市民の上に投下することについてこう述べていました。原爆を落とす場所はあくまでも軍事施設に限る。決して女性や子供をターゲットにすることのないように。一方、軍は
最大の破壊効果を得ようと市民が暮らす町の中心部を狙っていました。The first city to be bombed, we wanted it to be big enough so that the effects of the bomb would run out. そして市民の上に投下された2発の原子爆弾。強烈な熱線、爆風、そして放射線に襲われ、その年だけで21万人以上の命が奪われました。大統領が多くの命を救うために決断したとされてきた原爆の投下。なぜ市民の命が奪われなければならなかったのか、知られざる作戦を追いました。原爆投下から72年目となる広島、爆心地に近い原爆ドームです。去年アメリカオバマ大統領の訪問によって原爆投下の事実が改めて世界の注目を集めました。その原爆投下をめぐって今アメリカの歴史学者の間で新たな声が上がっていることが分かりました。トルーマンが投下を明確に決断していなかったのではないかというのです。私たちは全米各地を回り、5000枚を超える機密文書、原爆開発や投下作戦に携わった関係者12人の証言を集め、本格的な開発が始まった1942年から投下が行われた1945年8月までの全貌に迫りました。この取材を通して私たちが全く知らなかった原爆投下の姿が明らかになりました。それは本格的な開発が始まってから軍が極秘計画を主導していった事実、そして1945年4月トルーマンが大統領に就任した後、政権側が軍の危うさに気づき、知られざる攻防が繰り広げられていた事実です。原爆は一体どのようにして投下されたのでしょうか。原爆を投下した国、アメリカ。毎年各地で退役軍人を称えるパレードが行われています。去年オバマ大統領が広島を訪れたことで原爆投下が改めて大きな話題となりました。今生きているのは原爆のおかげです。原爆が戦争を終わらせたおかげで日本の子どもたちも死なずに済んだはずです。多くの日本人が亡くなりましたが、何千人ものアメリカ兵が救われました。トルーマン大統領は正しい決断をしたのです。トルーマンは多くの命を救うために原爆投下を決断した。アメリカではこの大義が今も市民に根強く受け入れられています。ところがこれまで信じられてきたこの大義をめぐってアメリカの歴史学者から疑問の声が上がり始めています。歴史学者のアレックス・ウェラースタインさんです。原爆投下に関して多くの研究結果を発表しています。できるだけ素早く資料を見られるようにデータベース化しています。
膨大な機密資料を検証し気づいたのは、トルーマンが原爆投下を明確に決断したという事実が見当たらないということでした。トルーマン大統領が原爆を投下すべきか否かを考え、メリットとデメリットを検討した形跡が見当たりません。投下を明確に決断したというのは、彼らが後に言い出したことです。トルーマン大統領は原爆投下に関して中心的な役割を果たしていませんでした。長年原爆投下の経緯を研究してきた他の学者も同じ指摘をしました。原爆の使用を決断したと書かれた資料はどこにもありません。自分を大統領らしく見せるため後にそう言ったのです。トルーマンは明確な決断を行っていない。歴史学者7人に取材したところ、同じ答えが返ってきました。原爆投下の意思決定は一体どのように行われたのか。軍の施設にその手がかりとなる重要な資料が眠っていることが分かりました。空軍の幹部を養成する士官学校、4ヶ月の交渉の末取材許可が下りました。図書館の書庫に原爆計画の全てを知る人物のインタビューテープが保管されていました。外部に公開されるのはこれが初めてです。原爆計画の責任者を務めていたレスリー・グローブス。亡くなる3ヶ月前、軍が正確な歴史を記録として残そうと聞き取りを行っていました。その後、長い間書庫に眠っていたこのテープ、グローブスは原爆投下の経緯を赤裸々に語っていました。But there was never any thought of not dropping it on the real targets by the people who were responsible, which really the responsibility was the president's first. Not dropping on a real target meant that he was throwing mud on Roosevelt, who'd started this thing. Why start a thing like this if you're not going to use it? 大統領は軍の計画を止められなかったと語るグローブス。原爆の開発から投下までを軍が主導していたというのです。一体軍はどんな計画を立てていたのか。私たちは戦後各地に散逸していた5000枚以上の機密資料を集め検証を続けました。すると原爆投下の半年前にグローブスが作成した詳細なスケジュールが見つかりました。最初の原爆は7月に準備、もう一つは8月1日ごろに準備。その数は
2発にとどまりませんでした。1945年の暮れまでにさらに17発作る。グローブスは原爆の大量投下を計画していたのです。グローブスはどのようにして計画を進めようとしていたのか。アメリカ西部に広がる砂漠にその拠点となった施設が残っていました。旧ウェンドーバー基地です。グローブスはここに極秘部隊を送り込んでいました。今は空港として利用されていますが、戦時中に作られた格納庫が当時のまま保存されています。この格納庫は幅55メートル、縦60メートルあります。窓はありますが外から見られないようになっています。わざとそうしてあるのです。明かりは入っても中は見られたくなかったからです。この格納庫に何を隠していたのか。当時撮影された映像が残っていました。銀色の大きな機体、当時の最新鋭爆撃機 B-29 です。通常の爆弾より大型の原爆を搭載できるように改造されていました。基地を飛び立つB-29。 原爆に模したダミー爆弾を落とし続けていました。高度9000メートルの上空から地表に置かれた目標を狙っていたといいます。当時極秘部隊の一員だった人が見つかりました。 G.C. ホローワさん、96歳です。研究所にデータを送るため100以上のダミー爆弾を落としていました。実際に投下すれば何が起きるかという統計データが必要だったからです。膨大なデータをもとに最も効果的な原爆の形が決められていました。多くの実験を経て原爆は狙った目標で正確に爆発するように改良されていったのです。投下実験の目的は科学者が理論上で弾き出した予測を証明することでした。同じ実験でも求められれば何度も繰り返し研究所にデータを送り続けました。そうすることで原爆は信頼のおける兵器となっていきました。原爆の大量投下を目指していたグローブス、なぜ大規模な計画を極秘に進めていくことができたのか。背景にあったのは大統領との関係でした。第32代大統領フランクリン・ルーズベルト、イギリス、後にカナダと共に
原爆開発に乗り出します。1942年9月軍の最高司令官大統領の下で計画の責任者を任されたのがグローブスでした。原爆の開発から投下に至るまでを担うことになりました。すでに進んでいた基礎的な研究をもとに原爆を具体的な形にすることを求められました。グローブスは原爆の開発計画マンハッタン計画を指揮、22億ドルもの国家予算がつぎ込まれます。各地に大規模な工場や研究所を次々に建設、原爆の完成を目指しました。この計画の進捗についてルーズベルトは強い興味を示すことはなかったとグローブスは言います。All he knew was that I'd been assigned to it and he assumed that I was doing the best I could and that was all there was to it. I don't know how, whether Roosevelt ever inquired. It's very convenient from my standpoint. I saw no reason to go over and tell him that we weren't doing well, which is all that I could have told him at that time, that we couldn't get the barrier developed. He didn't want to know anything about my problems with the barrier. That was my problem to settle. And it worked out very well. さらにグローブスは、政権は原爆を必ず使えるようになるという確信をしばらくの間持っていなかったといいます。They all knew it was a big job, and they all knew that it would take time to do it. You could not count on it. That policy was accepted. It was to be something that we would fight the war without, and if it came, why then we would be prepared to use it. And that was the attitude, whether he had it or not, it's the attitude I took immediately and from right straight through.このルーズベルト政権の姿勢が軍が主導して計画を進めることができた要因になったと歴史学者は指摘します。現在では考えられないことですが、政権はグローブスに責任を与え、あとは任せていたのです。すべてを把握していたのはグローブスただ一人で、彼のもとにあらゆる情報が集まっていました。それによって大きな力を持ち、計画を主導するようになっていました。グローブスは開発が簡単ではないと見られていた原爆をどのように完成させていったのか。大きな役割を果たしたのがアメリカやイギリスなどから集められたえりすぐりの科学者たちでした。その一人、ハーバード大学のロイ・クラウバーさん、2005年にノーベル物理学賞を受賞した世界的物理学者です。軍は技術者に対し要求をする一方で、情報管理を徹底していたといいます。軍は科学者に、爆発すればどれくらいのエネルギーが放出されるかなど、技術的な答えだけを求めてきました。軍は秘密を守るため、自分の職務以外のことは理解できないような状況をあえて作っていました。配属されたのは
人里離れた山岳地帯に作られた施設でした。ロス・アラモス研究所、原爆の設計と開発を行う拠点となっていた場所です。原爆を爆発させる仕組みを開発するよう命じられたグラウバーさん、やがて計画の異常性に気づいていきました。これまでにない破壊力がある兵器を開発すると聞き、私は怒りを覚えました。その兵器は一つで爆撃機600から1000機分の空爆に匹敵する威力があるというのです。しかし爆発に必要な理論を導くよう求められ答えようとするうちに、殺戮兵器を開発している実感がなくなっていったといいます。原爆の使用について私たちが話すことはありませんでした。軍の人間がそうさせないようにしていたのです。私自身何ヶ月も働くうちに難しい技術的な課題に直面しました。それを解決しようと没頭するうちに、次第に原爆に対する怒りの感情が薄らいでいったのです。原爆投下の経緯に詳しいカリフォルニア大学のショーン・マロイ准教授です。グローブスは巧みに情報を扱うことで計画に対する疑問の声を摘み取っていったと考えています。計画を進めるためグローブスが重視していたのが情報の細分化でした。参加するメンバーに対しそれぞれが知る必要のある情報だけを与えるのです。こうすることで与えられた仕事だけに専念させることができました。科学者に技術的な情報だけを与えることで異論を唱える危険性が低くなるのです。グローブスは上官にも同じ手法を取っていました。優れた科学者を集め原爆完成を目指したグローブス。原爆投下の2年以上前、どこに落とすかについてすでに議論を始めていました。マンハッタン計画に関わる軍や科学者の幹部が集まった会議、その議事録が残されていました。最初の原爆をどこに投下すべきかが議論された。目標はトラック諸島に集結した日本艦隊にすべきだ。当時日本の統治下にあったトラック諸島、戦艦大和や武蔵など主力艦が停泊する日本軍の拠点でした。さらに別の提案もありました。東京を目標にすべきだという声も上がった。日本の首都への投下も検討されていたのです。原爆の完成に目処が立っていない頃から準備を進めていたことが後に軍の影響力が大きくなる要因になったとマロイさんは考えています。ルーズベルト政権はこの頃
原爆はまだ想像上の兵器で、完成はまだ先だと考えていました。具体的にどう使うかや目標については関心がありませんでした。一方で軍は原爆をどう使うかについて投下の2年以上前から検討を始めていました。原爆は必ず完成すると想定して、どう使うかをすでに考え始めていたのです。軍が大きく動いたのは1945年2月、原爆投下の半年前でした。日本からおよそ2500キロ、太平洋に浮かぶテニアン島に原爆投下作戦の拠点を築くことを決めたのです。かつて日本の統治下にあったテニアン島、一時多くの日本人が暮らしていました。しかし1944年7月アメリカ軍が上陸します。大きな狙いは島の北部に日本軍が建設した飛行場でした。アメリカ軍は拡張工事を行います。その結果、長さ 2.7 キロの滑走路が4つ並ぶ世界有数の飛行場となり、 B-29 が日本本土を空襲するための拠点となったのです。テニアン島に住む郷土史家のドン・ファレルさんです。原爆投下に使用されたこの島の施設を調べてきました。ここが原爆の積み込みに利用されたピットです。このピットが必要となったのは、原爆が大きすぎて機体が低めに設計された B-29 に積み込むことができなかったからです。そこで地面にピットを掘ったのです。 B-29 がピットの上に移動し、下から原爆を搭載する方式が採用されたのです。B-29 の拠点となったテニアン島、その奥まったところにもう一つ大きな役割を果たす場所がありました。林の一角が切り開かれ、重要な施設が建設されていたのです。ここに原爆の組み立て工場がありました。広島に投下された原爆はここで組み立てられました。この場所に建てられた組み立て工場の写真です。アメリカ本土の研究所から最新鋭の設備が島に運ばれ設置されていたといいます。この工場は科学者が設計しました。設備そのものが機密でした。そのためアメリカ本土から誰にも知られないよう極秘に島に運び込み設置したのです。大変な仕事でした。当時の飛行場を撮影した写真が見つかりました。組み立て工場があったのは滑走路の奥、人目につかない場所でした。
テニアン島で組み立て作業に当たっていたラリー・デ・キューアさんです。この場所に入れるのは限られた人間だけでした。ここが組み立てた場所です。極秘にされ厳重な警備が敷かれていました。組み立て工場の南に広がる地区には組み立て前の原爆の部品を保管する倉庫が立ち並んでいました。当時の映像が残っていました。たとえ軍の関係者であっても原爆の存在に気づかれないよう24時間体制で監視されていたといいます。原爆の生産ラインがありました。私はいつも緊張していて完璧な原爆を作り上げるために最善を尽くすことが求められていました。作業の省略は許されず全てを指示通り正確にやる。それ以外のことには目を固く閉じ意識しないようにしていました。テニアン島の組み立て工場、その南に広がる滑走路に爆撃機 B-29 が並んでいます。ここに送り込まれてきた航空部隊がありました。第509混成軍団、グローブスが原爆を投下するために編成した特殊部隊です。メンバーの一人だったラッセル・ガッケンバックさん。爆撃機の位置を特定し進路を把握するナビゲーターとして広島への原爆投下作戦にも参加しました。島にやってきた時その目的を知らされることはなかったといいます。最小限のことを告げられただけで目的は秘密にされていました。マンハッタン計画というものが存在することすら知りませんでした。巨大な爆弾を運ぶことは分かっていましたがいつどこで使用するのか必要になるまで知らされませんでした。ガッケンバックさんはテニアン島に移動する前アメリカ本土からキューバに移動して訓練を繰り返していました。それは長時間にわたって海の上を飛行する訓練でした。後になって日本まで原爆を運ぶ目的だったことを知りました。我々ナビゲーターは地上の様子から自分の爆撃機の位置を特定する訓練しか受けていませんでした。そのため海の上を飛行できませんでした。そこで海上飛行の技術を身につける必要があったのです。日本に原爆を大量投下することを計画していたグローブス。テニアン島を舞台に原爆を組み立て投下する体制を極秘に完成させていたのです。1945年4月、グローブスが想定していなかった出来事が起きました。原爆開発に乗り出したルーズベルト大統領が
急死したのです。大統領に急遽就任したのが当時副大統領だったハリー・トルーマンでした。グローブスが就任当初のトルーマンについて語っていました。Mr. Truman knew nothing about this project until he became president. But after all, a new president is in a terrible spot, particularly one like Truman who didn't know anything. 副大統領になってわずか3ヶ月後の昇格。トルーマンは原爆について引き継ぎを受ける間もなく、突如巨大国家プロジェクトの最高責任者となったのです。グローブスがトルーマンと初めて顔を合わせたのは就任から13日後のことでした。この日大統領執務室を訪れたグローブス。トルーマンに原爆計画の進捗状況について初めて説明します。計画の続行を認めてもらう必要があったからです。これまでトルーマンは原爆をどこに落とすかなど詳細は報告されていませんでした。アメリカでは選挙で国民に選ばれた大統領が最高司令官として軍を統制する文民統制という仕組みがあります。重要な軍の決定事項は大統領に報告し承認を得ることになっていました。この時グローブスは24ページの報告書を持参していました。報告書には原爆の仕組みや原爆の材料、予算などが簡潔に書かれていました。原爆開発が成功すれば戦争に勝利するための決定的な兵器になると強調していたのです。しかし大統領の反応は意外なものでした。 Mr. Truman did not like to read long reports, and this report was not long, considering the size of the project. It's about 24 pages, and he would constantly interrupt his reading to say, "Well, I don't like to read papers." トルーマンはこの報告書の詳細を知ろうとはしませんでした。この時グローブスは計画の続行が承認されたと考えたといいます。That there was no reason to make any changes in our course of action. Truman wouldn't have said, "Well, you handle it and let me know about it later."軍の計画を黙認する形になったトルーマン。その背景に何があったのか。トルーマンの故郷ミズーリ州、人口11万7千人のインディペンデンス。トルーマンはこの町の高校を卒業後、建設現場や農場などで働いた後、政治の道に進みました。この町にあるトルーマン図書館にその手がかりとなる文書が残っていました。
what this is? Yeah. Well, this is just a memorandum for Thursday, April 12, 1945. 就任当日の日記です。引き継ぎなく、突然大統領の重責を担うことになった不安が記されています。私の肩にアメリカのトップとしての重圧がのしかかってきた。そもそも私は戦争がどう進んでいるのか聞かされていないし、外交にまだ自信がない。軍が私をどう見ているのか心配だ。この頃、ヨーロッパではナチスドイツが降伏寸前。太平洋戦争でも日本を追い詰め、戦争をどう終わらせていくのか舵取りが求められていました。さらに戦後の国際秩序を決めるソ連などとの熾烈な駆け引きがトルーマンの肩にのしかかっていたのです。突然の大統領の交代が原爆投下の意思決定に影響を与えたと歴史学者は指摘しています。誰もルーズベルトが亡くなるとは思っていませんでした。トルーマン自身も大統領になるとは思っていなかったので、軍とのやり取りの方法やルーズベルトが諸外国と何を交渉し約束したのかを学ばなければなりませんでした。多くのことを一度に把握する必要がある中、孤立状態にあったのです。解決すべき難題があまりにも多く、原爆はその一つに過ぎませんでした。トルーマンは余裕がありませんでした。外交経験がない中、戦後の秩序を決めなければならなかったからです。グローブスは後にこう述べています。原爆に関してトルーマンはソリに乗った少年のようにただ滑り落ちていくだけだったと。大統領に就任する前、すでに原爆投下に向け多くの準備が整っていました。一方でトルーマンには原爆の知識はほとんどありませんでした。人類史上初の原爆投下計画、グローブスが着々と準備を進めていた中で、トルーマンはその最高責任者になりました。このあと軍とトルーマン政権、知られざる攻防が始まっていくことになります。軍が極秘に進めていった原爆の投下計画、原爆の投下が近づくにつれ、トルーマン政権は軍の計画の危うさに気づき反対します。原爆を落とす場所はあくまでも軍事施設に限る。決して女性や子供をターゲットにすることのないように。しかし軍は最大の破壊効果を得ようと市民が暮らす町の中心部を狙っていました。The first city to be bombed, we wanted it to be big enough so that the effects of the bomb would run out. 投下目標をめぐり、軍と政権の間でどんなやり取りがあったのか。2発の原爆はなぜ落とされなければならなかったのか。
アメリカ・ミズーリ州インディペンデンス。ふるさとのこの町にトルーマン元大統領の墓があります。毎年5月8日トルーマンの誕生日を祝うセレモニーが開かれ、多くの退役軍人やその家族が集まってきます。トルーマンに哀悼の気持ちを表すためです。原爆投下が第二次世界大戦に終止符を打ちました。アメリカ兵だけでなく日本人の命を救ってくれたのです。トルーマンは大統領として正しい決断をしました。とても素晴らしく聡明な人物です。トルーマンが多くの命を救うために原爆投下を決断した。アメリカではこの大義が今も根強く受け入れられています。しかし今、国を代表する歴史学者たちがこの決断に疑いの声を上げています。皆がトルーマンの決断に焦点を当てますが、実際には行っていません。原爆を落とせという命令はしていません。トルーマンとその側近が嘘をついています。原爆は一体どのようにして投下されたのか。今回見つかった未公開テープから軍の影響力の大きさが見えてきました。But there was never any thought of not dropping it on the real targets by the people who were responsible, which really the responsibility was the president's first. Not dropping on the real target meant that he was throwing mud on Roosevelt, who started this thing. Why start a thing like this if you're not going to use it? 軍の原爆開発の責任者を務めたレスリー・グローブス。最大の破壊効果を得ようと市民が暮らす町の中心部を狙っていました。The first city to be bombed, we wanted it to be big enough so that the effects of the bomb would run out. 取材を進めると原爆投下をめぐって軍とトルーマン政権との間で攻防が繰り広げられていたことも分かってきました。トルーマンは市民の上に投下することについてこう述べていました。原爆を落とす場所はあくまでも軍事施設に限る。決して女性や子供をターゲットにすることのないように。一方、太平洋の島に作戦の拠点を築き、原爆の大量投下を目指していた軍。17発の原爆を作る。東京を目標に加える。計画通り投下するのに有利な情報を政権に伝えていた可能性も浮かび上がってきました。政権は軍から納得せざるを得ないような情報を与えられていました。原爆はどのような意思決定を経て投下されたのか。軍と政権の
知られざる攻防に迫ります。第2部では原爆投下の4ヶ月前からの出来事を追います。強大な権限を握り、軍の原爆開発の責任者を務めたグローブス、日本に大量の原爆を投下する計画を着々と進めていました。そうした中、原爆投下の4ヶ月前の1945年4月、急遽大統領に就任したのがトルーマンでした。急死したルーズベルト大統領から職務の引き継ぎを受けることもなく、軍の最高司令官となったトルーマン大統領。グローブスから原爆について説明を受けます。この時、軍が進めてきた計画をいわば黙認する形になっていました。しかし、原爆の完成が近づくにつれ、トルーマン政権は計画の危うさに気づき、軍と攻防を繰り広げていくことになります。原爆はどのような経過をたどって投下されたのでしょうか。トルーマンとの最初の面会で原爆開発計画が承認されたと考えたグローブス。面会の2日後、新たな動きを始めていました。原爆を日本のどこに投下するのかを話し合う目標検討委員会。議事録を見ていくと、軍が何を狙って原爆を落とそうとしていたのかが分かってきました。グローブスが集めたのは軍人や科学者たち。この場にトルーマン大統領や側近は参加していません。初めに議論されたのは、原爆をいつ投下すべきか。意見を述べたのは気象の専門家でした。日本の6月は梅雨にあたり最悪だ。7月はまだマシだが、8月になって良くなる。9月になるとまた悪くなる。8月が候補に上がると、目標地点について物理学者が見解を述べていました。人口が集中する地域で、直径が5キロ以上の広さがある都市にすべきだ。それも8月まで空襲を受けず、破壊されていない都市が良い。狙いは最大の破壊効果を得ることでした。選ばれたのは東京湾から佐世保までの17箇所。その中で広島と京都が有力候補に上がっていきます。広島には広い平地があり、周りが山に囲まれているため、爆風の収束作用が強まり、大きな効果が挙げられる。京都は住民の知的レベルが高い。この兵器の意義を正しく認識するだろう。二つの都市のうち、グローブスが推したのは京都でした。The first city to be bombed, we wanted it to be big enough so that the effects of the bomb would run out. 破壊効果が最も高いとされた京都。これはグローブスが保管していた地図です。
直径5キロメートルの円が引かれ、京都駅の西が中心となっています。円の中の大半は一般市民が暮らす市街地でした。最も大きな破壊効果を得ることで原爆の意義を証明しようとしていたグローブス。候補地京都をめぐってトルーマン政権との間で攻防を繰り広げます。5月30日、グローブスはトルーマンの側近の部屋に呼ばれました。陸軍長官のスティムソンです。トルーマン政権の一員で文民として軍の報告をトルーマンに伝える役割でした。この日の様子をグローブスは詳細に語っていました。I went to see Stimson about some matter. He asked me then if I was ready yet with my target recommendation. I told him that it was just about ready. He said to me, he said, what are your targets?I told him, he said, well, I'll disapprove Kyoto. なぜスティムソンは京都への原爆投下に反対したのか。イェール大学に手がかりとなる資料が残されていました。Folder has the diaries of Secretary Stimson. グローブスから報告を受けた1週間後の日記です。この戦争を遂行するにあたって気がかりなことがある。アメリカがヒトラーをしのぐ残虐行為をしたという汚名を着せられはしないかということだ。スティムソンはかつて京都を二度訪ねたことがあるといいます。原爆を投下すればおびただしい数の市民が犠牲になることを知っていました。スティムソンはこの頃激しさを増していた日本への空襲が国際社会が非難する無差別爆撃にあたるのではと危惧していました。これ以上アメリカのイメージを悪化させたくなかったのです。一方グローブスは諦めていませんでした。スティムソンとの面会から1ヶ月後、軍は京都に軍事施設があるという報告書を作成したのです。京都駅や絹織物の糸を作る紡績工場を軍事施設として報告していました。I said, well, there...got so many square feet of shop space that's physically engaged that we know of, wouldn't make any difference. He said he just would not approve it, that it didn't have any military significance. I kept insisting on Kyoto. I must have gone back at Stimson at least six or eight times, not believing in the military doctrine that once the superiors made a decision, that's it.の投下は国益を損なうと考えていたスティムソン。グローブスの提案を認めようとはしませんでした。
原爆投下の経緯に詳しい歴史学者は、この時がトルーマン政権が軍の進める投下計画の危うさに気づいた瞬間だったと指摘します。都市の真ん中に原爆を落とし市民を殺戮する計画にスティムソンは反対でした。戦争で市民の死は避けられないことは分かっていましたが、意図的に市民を狙って殺すことは別だと考えていました。そしてトルーマン政権は軍に突如介入し待ったをかけたのです。軍とトルーマン政権の攻防はある出来事をきっかけに大きく動き始めます。7月16日、グローブスはニューメキシコ州の砂漠を訪れていました。世界初の原爆実験を行うためです。At Alamogordo, when the when we had about 3 hours or 4 hours to wait on the bombing there, the tent ropes were slapping badly. They hadn't put up the tents tight, and there was a high wind. Morning 5:30. 実験は成功。原爆の実戦での投下が現実のものとなったのです。一方で日本はすでに多くの都市が空襲で焼け野原になり、降伏は間近と見られていました。グローブスは戦争が終わる前に原爆を使わなければならないと考えました。It would have come out sooner or later in a congressional hearing, if nowhere else, just when we could have dropped the bomb if we didn't use it. 22億ドルの国家予算をつぎ込んだ原爆計画。責任者として効果を証明しなければならなかったのです。原爆実験から5日後、スティムソンに部下から緊急の電報が届きます。軍人たちは、あなたのお気に入りの都市、京都を、一発目の投下目標とする意向のようです。軍は京都への原爆投下をまだ諦めていませんでした。3日後、スティムソンはトルーマンに報告、京都を外すよう求めました。私は京都を目標から外すべきだと大統領に伝えた。もし一般市民が暮らす京都に原爆を落とすという理不尽な行為をすれば、戦後和解の芽を摘み日本が反米国家になってしまうと。すると大統領は全く同感だと答えた。トルーマンもこの翌日、原爆投下に関して日記に記していました。私は原爆の投下はあくまでも軍事施設に限るということでスティムソンと話した。決して女性や子供をターゲットにすることがないようにと言った。
トルーマンは市民の上への原爆投下に反対していたのです。ところがこのあと大統領の意思とは異なる方へと事態は進んでいきます。トルーマンのもとに軍から届いた新たな投下目標を記した報告書。最初に挙げられていたのが広島でした。34万人が暮らしていた広島。市内には日本軍の司令部が置かれていました。一方で西洋の文化をいち早く取り入れた活気ある市民の暮らしがありました。ところが報告書には広島は軍事都市だと強調されていました。広島は日本有数の港と軍事物資の供給基地など軍の大規模施設が集まる陸軍都市である。この報告書について歴史学者たちは軍が市民の上に落とすことを覆い隠そうとしたと指摘しています。報告書は広島が軍事都市だと伝わるよう巧みに書かれていました。トルーマン政権はこれらが妥当な軍事目標であるというごまかしの情報を与えられ納得させられたのです。軍は原爆によって一般市民だけを攻撃することはないと見せかけたのです。トルーマンは広島について詳しく知らなかったと思います。調べる暇はありませんでした。京都と広島の違いを拡大解釈し、広島に多くの一般市民はいないと思い込んだのです。結局トルーマンが投下目標から広島を外すことはありませんでした。7月25日、原爆投下は最終段階に入りました。グローブスが起草した原爆投下指令書が発令されたのです。最初の原爆を広島、小倉、新潟、長崎のうちの一つに投下せよ。二発目以降は準備ができ次第投下せよ。この原爆投下指令書をトルーマンが承認した事実を示す記録は見つかっていません。グローブスについて調べてきた歴史学者はこの指令書の文言が大きな意味を持っていたと指摘します。軍では爆弾を落とす数が多ければ多いほど評価されます。準備ができ次第投下せよという言葉は原爆投下部隊にとって大きな意味を持っていました。中止の指示がない限り原爆が完成するとすぐ落とさなければならないのです。原爆投下の前線基地が置かれていた太平洋のテニアン島。8月4日、ある部隊が招集されていました。
原爆を投下するため軍が送り込んだ特殊部隊、第509混成軍団です。I expected them to drop it somewhere, not try to re-land it. But that was left to them because, yeah. after all, you have to leave it to people. この時招集された搭乗員の証言が残っていました。広島への投下作戦に参加したレイ・ギャラガーです。We informed the crews that were in this Quonset that there'd be a briefing at 5 o'clock that afternoon. Well, a briefing was just another notification that we'd be going on a mission. But this particular briefing seemed to be a little different than normal when a Commander Parson stood up and introduced himself and showed pictures of a bomb that had been exploded in New Mexico. The term that he used was an atom bomb.Bomb targets themselves were to be Hiroshima. They were to clear the area and get completely out. And he tried to impress us with how important it was that this bomb be carried and dropped on its proper target. We were very much tight, you might say. We went to chow. Our food had no taste.軍が作成した広島の投下目標を示した航空写真です。目標とされた相生橋。橋を中心に破壊の指標となる直径5キロの円が描かれていました。地図を立体化すると、円は山裾ギリギリまで広がっていました。相生橋を目標にしたのは破壊効果を最大にするためだったのです。翌日8月5日、姿を現した原子爆弾。原爆を積むために改造された B-29 にピットから積み込まれました。8月6日午前1時45分部隊はテニアン島を離陸します。As we approached the bomb target, there would be complete silence between the men in the ship. We followed next to Colonel Tibbetts. We kept complete silence. そして8時15分。We looked out, and what all of us saw was something that I don't think we'll ever see and hope to never see the rest of our life.Unfortunately, as soldiers, we did not give that much of a thought to what happened on the ground. Our only objective was that we had delivered what we were told to deliver, and our run seemed to be a total success. この頃、トルーマンは大西洋の船の上にいました。戦後処理を話し合うポツダム会談の帰り道でした。原爆投下の一報を受けたトルーマン、船の中で演説を収録しました。あくまでも軍事目標に落としたとコメントしていました。A short time ago, an American airplaneDropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. この時、軍の思惑には
気づいていなかったと見られています。一方、ワシントンで報告を受けたグローブス、原爆を開発した科学者に電話し、君たちを誇りに思うとねぎらいました。あくまでも軍事施設に限るとした原爆投下、トルーマンが異なる結果を報告されたのはワシントンに戻った直後のことでした。その時のことが陸軍長官のスティムソンの日記に克明に記されていました。8月8日の午前10時45分、私は大統領を訪ねた。そして広島の被害を捉えた写真を見せた。この時見せたとされる写真です。空から撮影された原爆投下直後の広島、直径5キロの市街地がことごとく破壊されていました。これを見せながら広島の被害について説明したスティムソン。その時トルーマンが発した言葉も記されていました。こんな破壊行為をした責任は大統領の私にある。自らの意思とは異なる形で作戦を実行した軍。トルーマンは大統領としての責任に気づいたのです。しかし一度動き始めた軍の作戦は止まることなく続いていきます。同じ日のテニアン島、すでに2発目の原爆の準備が整っていました。部隊はある命令に忠実に行動していたからです。それがグローブスが寄贈した原爆投下指令書です。2発目以降は準備ができ次第投下せよ。この命令を止められるのはもはや大統領だけでした。しかし原爆は長崎に投下されます。広島の写真を見た半日後のことでした。の心境を友人への手紙に記していました。日本の女性や子供たちへの慈悲の思いは私にもある。人々を皆殺しにしてしまったことを後悔している。8月10日、トルーマンは全閣僚を集め、これ以上の原爆投下を中止する決断をしたと伝えました。大統領がこの場で発した言葉です。新たに10万人、
特に子供たちを殺すのは考えただけでも恐ろしい。3つ目の準備をしていたグローブス。大統領の決断には従うしかありませんでした。 I stopped the ingredients. The bomb, no bomb will be dropped without the express prior approval of the president. And I'm holding the bomb material until they tell me. 日本への原爆投下がようやく止まったのです。原爆が落とされた広島。そして長崎。黒焦げになった少年。寄り添うように焼けて亡くなった親子。地表は数千度に達したといいます。大統領が明確に下した決断。21万人以上の命を奪った末の遅すぎる決断でした。大統領の明確な決断がないまま行われていた原爆投下。このあとトルーマンはその事実を覆い隠そうとしていきます。長崎への投下の24時間後、国民に向けたラジオ演説で原爆投下を正当化しました。 We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. 多くのアメリカ兵の命を救うために原爆を落としたというのです。歴史学者のウェーラースタインさんはこの言葉がなぜ発せられたのか研究を続けてきました。これがその原稿です。ラジオ演説の原稿は前もって用意されていました。しかし多くのアメリカ人の命を救うために原爆を投下したという文言は演説の前日に追加されていたといいます。この時命を救うために原爆を使ったという物語が生まれました。世論を操作するため演出されたのです。ウェラースタインさんは市民の上に投下した責任を追及されないよう後付けで考えられたものだと指摘します。トルーマンは軍の最高司令官として投下の責任を感じていました。たとえ非道な行為でも投下する理由があったというのは大統領にとって都合の良い理屈でした。ラジオ演説から5日後。We specify the unconditional surrender of Japan
In the reply, there is no qualification. 世論調査で8割のアメリカ国民が原爆投下を支持しました。原爆投下は正しい決断だったという定説が生まれたのです。アメリカは核開発を継続します。その後、原爆による被害の実態が伝わらないまま、世界では核開発競争が続いていきました。He had his office here, and he worked here pretty much on a daily basis. 大統領を2期務め引退したトルーマン。ふるさとに業績を伝える博物館が建設されました。原爆投下から18年後、トルーマンはここで被爆者と面会したことがあります。その時の映像です。被爆者に対し原爆を投下したのは日本人のためでもあったと説明していました。Half a million people killed on each side and that many injured from then on. 面会は3分ほどで打ち切られたといいます。明確な決断をしなかった責任、それを覆い隠そうとしたトルーマン。事実を語らないまま88歳で生涯を閉じました。あの日、トルーマンと面会した被爆者が今も広島で健在でした。森下博夢さん、86歳です。行動で、被爆者と我々被爆者とトルーマンと会うということになったんですが、我々その下でそれを見守っているということでした。森下さんは当時の落胆の気持ちを今も忘れることはできません。あっけない肩透かしみたいな感じだった。原爆投下したを決定した時、幼い命のたくさんあることを考えなかったのか。森下さんが被爆したのは14歳の時、同じ中学校の生徒のうち350人以上が犠牲になりました。なぜ子どもの命が奪われなければならなかったのか、考え続けてきました。こちらです。トルーマンが原爆投下は軍事目標に限ると記していた日記を見てもらいました。女性や子供をターゲットしながら、多くの子どもたちや非戦闘員
がその命を失うことになるということに思いを致さなかったわけではない。それを全く絶対に押し切れなかったということですよね。それが残念ですよね。去年7月、森下さんが通っていた学校で慰霊祭が行われました。森下さんは毎年欠かさずこの慰霊祭に出席してきました。仲間たちは一人一人に夢や希望がありました。そのことにどれだけ思いが馳せられていたのか、改めて仲間たちの無念と向き合うことになりました。命を無残に奪われるということですよね。そういうことが本当にあったんだと、魂がここに沈もってると思うんですけども、その本当に安らかに眠れてるかどうか、ね、そういうことをまた改めて今日思い起こしましたね。軍の思惑が優先される形で広島に投下された原子爆弾。その後も事実は伏せられ、書き換えられて正当化されていきました。核開発は戦後も続き、世界に広がっていきました。今も1万5000発を超える核弾頭が存在するとされています。ひとたび戦争が起き、強力な兵器を手にしたとき、人間はどんなことを引き起こすのか。広島長崎への原爆投下はそのことを私たちに突きつけています。指導者に核のボタンを使わせないために、私たちは過去の事実に向き合い、決して悲劇を繰り返さないためにどうすればいいのか考え続けなければならないと感じます。